っとここはディフェンス波に引っかかりました。石井さん、はい、どうぞ。相澤選手の母美優さんなんですが、立派な一眼レフを持って今日も駆けつけています。さあ右サイド7番の山本、岡野も上がってくる。山本左足、さあ鈴木、鈴木小太郎こぼれている、押し込めるか尚志高校、しのいだのは紫の学校石川。最高のファーストタッチだったんですけど、その後ちょっとうまくいかなかったですけど、入り方うまいですよね。やっぱり今の9番の鈴木に入ったところですね、はい、6番の吉光、中には佐藤、1対1、右足、3点目は尚志高校、2年連続13度目の全国へ、大きな3点目が尚志高校に入りました。スタンドの元へ駆け寄ります、2年生の佐藤優太。バンダイさん、このシーン6番の吉光冷静でしたね。落ち着いてましたね、まあ、中もフリーでしたし、まあね、ゴールもそんな簡単ではないと思います、うん、フリーだからといって簡単ではないんですけど、しっかり冷静に決めましたね。1対1、冷静にキーパーの動き